書いた直後に同点弾も、強豪国撃破の日本代表、森保一監督が書くメモが海外で、恐怖のノート、だとは第2、FIFA、ワールドカップ、カタール、2022、グループ E、日本2、1スペイン、日本時間12月2日、ハリーファ国際スタジアム、あそこには何が書かれているのか、各国のサッカーメディア、ファンからも急激に注目されているのが日本代表。 森保一監督のメモだ。練習、試合、さらには記者会見と時間や場所を問わず、何か思い当たることがあれば、すぐにペンを取り出して何やら書いている。ドイツ代表、スペイン代表と強豪国にチームを撃破したことで、海外からはついに、デスノートとして、話題になり始めた。森保監督がメモを取ることはサッカーファンには有名で、その内容としては試合中であれば、 試合の流れや事象が起きた時間帯をさっと書く、やたらと書きまくるわけではなく、ポイントを絞って2つ、3つ、前半であれば、これをハーフタイム中にコーチや選手と共有し、その後の戦いに生かすという。ところが海外では、次々とジャイアントキリングを果たす日本代表の活躍ぶりを見て、森保監督のメモに名前が書かれたチームが敗退するのでは、というジョークで盛り上がり始めた。例えられたのが、デスノート。 週刊少年ジャンプ「終英者」で連載された漫画で、後にアニメ、ドラマ、映画にもなった人気作だ。死神に渡された、デスノートを使って犯罪者を抹殺し、理想の世界を目指そうとする主人公と、それを止めようとする者たちというストーリーだ。作品中では、抹殺の仕方もその通りになるというものだが、まさに現実に起きたように見えるシーンが、スペイン代表戦で起きた。前半。 圧倒的にボールを持たれ、先制点も奪われた日本代表だったが、森保監督は後半からドーヤスリツ、三笘薫といった攻撃的な選手を入れて勝負に出た。後半開始のホイッスルが鳴ってしばらくすると、まずはペンを取り出し、その後に例のノートに何やら書き始めた。すると約30秒後、ドーが左足で豪快なミドルを決めて同点に追いついた。もちろん偶然だろうが、それにしてもタイミングが良すぎる。 ファンが漫画に例えるのも無理はない。日本時間6日午前0時から初のベスト8進出をかけてクロアチア代表と戦う日本代表日本中の期待が集まる一戦でそのメモには何が書かれるか。